副業と資産運用に役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる真田です。本日はリンダ・グラットンさんの書かれましたライフシフトについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、人生100年時代を生き生きと過ごす秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。人生100年時代になるとどうなる。国連の推計によると、2050年までに日本の100歳以上の人口は100万人を突破する見込みとのこと。厚生労働省のまとめによると、2019年9月15日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者の数が前年より1489人増加し、初めて7万人を突破し、7万1274人となりました。2050年には、100歳以上の高齢者が今の14倍以上になるんですね。2007年に生まれた子供の半分は、107歳以上生きることが予想される。好むと好まざるとに関わらず、100歳以上生きると考えていった方がいいですね。そうすると、人生が70年から80年だった時代のシステムや考え方は当てはまらなくなり、100年時代に合わせたものが必要になります。これまでは、教育約20年、仕事約40年、引退10年から20年でした。これが3ステージ時代のスタイルです。これからは、人生100年時代ですので、教育約20年、仕事約40年、別のステージ20年、引退20年。仕事と引退の間に別のステージ、ステージ4が入ってきます。ここをどう過ごすかで、人生100年時代を生き生きと過ごせるかどうかが決まりそうですね。寿命が伸びる、働く時間が長くなる、貯蓄の重要性が高まる。3ステージ時代は引退の期間が短かったので、仕事約40年の期間を活用して引退の時期を過ごすための資金を貯めればよかったわけです。人生が20年延びるので、それに合わせた資金計画をする必要があります。日本の年金制度も年金保険料を払う人が多く、受け取る期間が短かった時代に設計をされているので、4ステージ時代にはそぐわなくなるでしょうね。さて、あなたはこのマルチステージ時代をどう過ごしていきますか？金銭的資産形成を助ける3つの無形資産。金銭的資産形成を助けてくれるのが3つの無形資産です。この3つの無形資産はお金には換算できませんが、それ自体が人生100年時代を生き生きと過ごすことに不可欠です。人生100年時代には金銭的資産、無形資産のバランスを取り、相乗効果を狙う必要があります。一つ目、生産性資産。生産性資産とは、人が仕事で生産性を高めて成功し、所得を増やすのに役立つ要素のことです。長年培ってきたスキルや知識です。知識を蓄えるには相当な時間をつぎ込まなくてはいけませんね。二つ目、活力資産。肉体的、精神的な健康と幸福。ストレスを引き起こす要因をうまく管理することも大事です。三つ目、変身資産。人生の途中で変化と新しいステージへの移行を成功させる意志と能力。そのためには三つのことが必要になります。一つ目、自分についてよく知っていること。二つ目、多様性に富んだネットワーク。三つ目、新しい経験に対して開かれた姿勢を持っていること。三、新しい三つのステージ。ライフシフトの重要なポイントは、寿命が長くなっているので、3ステージから脱却し、マルチステージの人生を歩もうということです。
働く期間が長くなることを想定すると、一社に雇われて働く以外の働き方も選択しながらキャリアライフを構築していくことが必要になるのです。次の3つのステージは、未知の行動に踏み出し、経験から学ぶ機会をふんだんに生み出します。古い習慣や行動パターンを問い直し、固定概念に疑問を投げかけ、人生の様々な要素を統合できる生き方を実験する機会になります。一つ目、エクスプローラー、探検者。一箇所に腰をつけることなく、身軽に探検と旅を続け、幅広い進路を検討する。二つ目、インディペンデントプロデューサー、独立生産者。組織に属さず、自由と柔軟性を重視して小さなビジネスを起こす。三つ目、ポートフォリオワーカー。異なる種類や仕事を同時並行で携わる。スキルや人的ネットワークのある土台のある人。4. 適切な資金計画を立てる。人生100年時代になれますので、やはり気にかかるのはお金ですね。そのためには適切な資金計画を立てる必要があります。適切な資金計画には自己効力感、自分ならできるという認識、自己主体感、自ら取り組むという認識を備えている必要があります。自己効力感を持っていると言えるためには、以下のような問いに答えられなくてはいけません。仕事をしていくためにどれぐらいお金が必要か、何歳まで仕事を続けたいか、自分の金銭状況をどれぐらい把握しているか、自分はどれぐらい金融知識を持っているか、金融リテラシーレベルは、以下の5つの問いに答えることで簡単な自己診断ができます。9.1 あなたが銀行に100万円預けていて、利息は年に 2% だとします。預金を引き出さない場合、5年後にはいくらになっていますか？ 9.2 預金の利息が年に 1% で、インフレ率が年に 2% だとします。1年後、あなたがその口座でお金で買えるものは増えていますか？変わらないですか？減りますか？ 9.3 一つの企業の株式を購入することは、投資信託を買うより一般的に安全性が高い。この主張は正しいですか？間違っていますか？ 9.4 15年ものの住宅ローンは、大抵30年ものの住宅ローンに比べて月々の返済額は多いが、返済する利息の総額は少なくて済む。この主張は正しいですか？間違っていますか？ 9.5 金利が上昇したとき、債券の価格はどう変動しますか？この5つの問いに全て正解できれば、あなたは金融リテラシーで上位4分の1に堂々と入れます。そうでない人は、勉強をするか、知識のある人と友達になっておきましょう。一方、自己主体感も不可欠です。自己主体感に基づく自制心を発揮し、自分の現在のニーズと未来のニーズのバランスを取る必要があります。ここで自問すべきなのは、70から80歳になった時の私は、今私が下している決断を評価するだろうか、という問いです。人生100年時代は、好むと好まざるとに関わらずやってきます。生き生きと過ごすためには、3つの無形資産と金銭的資産を増やし、長くなった人生を余裕を持って楽しんでいきたいですね。これ以外にも、人生100年時代を生き生きと過ごす秘訣が具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。